これからの10年、我々がどんな世界を見て、どんな社会を作りたいか、社会を作ろうとしている、じゃベンチャー企業に投資をしようとしているか、そんなお話をですね、短い時間ではありますが、したいと思います。5年でスタートアップへの投資を10倍にする、スタートアップを10万社生み出すということで、本気で取り組んでいこうと考えています。ミッションとしてですね、この世界と日本をつなぐイノベーションの OS になりたいというふうに考えております。セッションも非常に刺激があったんですけど、どちらかというとこういったこうこの場でスタートアップの方と会話しながら勉強させていただいたりとか、そういった刺激をもらえたのが大変参考になりまして、はい、普段はなかなかお会いできない海外のスタートアップの CEO の方々と対面でお会いできて、そこでサービスの紹介を実際にしていただいたので、すごく実証にあたってどういう風につなげていけるのかなっていうのがイメージ湧きました。ありがとうございます。そのこと、これから3年後にない、もっともっと広がると思いますね、その技術。素敵な未来ですね、これは。 Here we go.